をやった人みたいな。すごいね。これ何？すごい。違うんだけど何これ。星が見えるコーナーとして。星がとか言って。星ありがとう。ありがとうございます。グッズ発売中です。グッズ発売中です。グッズ発売中。もうちょっと下げた方がいいですか？ちょっと思ったより身長低かった。はいよ。いやあ。可愛い。爽やか。しかもこれ裏起毛でね。ね、めっちゃ可愛い。裏起毛。ぜひぜひ。めっちゃあったかいです。ぜひフロンティアを。じゃあ何かしますか？何する？何するのゲームとかですか？いや、どうやってするゲームとかしますか？リクエストとか。リクエスト、何もなしでできるゲームって何なの？しりとりとかですか？いやもうちょっと離れますか？あ、確かに。でもちょっとさ、クイッてできへん。ですよね、こうですよね。そうあれ、動かない。え、コアさん大丈夫？あ、いけた。はい、天才、はい、さすがに来ました。はい、天才リーダーです。ヨンちゃんぴょんぴょんしてるのめっちゃかわいい。なんかできますかね、遊びとか。投票。3時まで投票。そうです、3時まで。ファン投票が15時までですので、皆様よろしくお願いします。お願いします。じゃあなんかマジカルバナナしますか？なんでマジカルバナナってどんな？マジカルバナナ、未来と言ったら可愛いみたいな。ああ。なるほど、ツッコミ待ちやったね。ツッコミ待ちやったね。一歩かからないでもらってね。なんかじゃあマジカルバナナしよう。はい、マジカルバナナを見て投票するかはしないか、あなた次第。重大すぎ。罰ゲーム、罰ゲーム、6人からの尻切り。ああ、いいですね。罰ゲームなんか厳しくないですか？マジカルバナナ順番でね。はい、じゃあ行きますよ。はい、じゃあ私が行くよ。どっち？え、誰の方ですか？あ、なんでも。で、天国でしたら。お題どうする？お題はなんでも。なんでもあれできへんで。あ、最初のお題、フロンティア。おいいね。で、これで店舗潰したら即罰ゲーム。はい、厳しい。フロンティアのことを言うってこと？はい。あ、別に全員じゃなくて。あ、ここからってこと？たって、うん、フロンティア。前から言う？あ、ユンさんから。あ、まあ。こう。その前の人の。あ、まず最初。やばい。一個目だけど、NMB と言ったら人数が多い、人数が多いがい。人数が多いと言ったら学校とか。ああ、だから別に離れていってもいい。マジカルバナナ初心者。やめるみんな。もうグダグダなっちゃう。ミュウさんから。フロンティア用意。はい。せーの、マジカルバナナ。フロンティアと言ったら青春。青春と言ったら学校。学校といえばスクール。ね、これはもうアウトですね。いやいや。
ますよ。お題変えますか。誰から。おーちゃんから。ちょっと待ってください。お題も。ちょっと待ってください。確かに。やればでしょ。笑ったって楽しいからの辛いよし、いきます。レッスンの感想言うだけ。いきます。はい、フロンマジカルバナナ。フロンティアと言ったらフレッシュ、フレッシュと言ったらキャピキャピ、キャピキャピと言ったら可愛い、可愛いと言ったらあーい。そうですね、じゃあ軽くお尻叩きましょう。いきます。優しい。私なんだろ、バチお尻触ってるだけ。触りたくなってきました。どうせなくなった。じゃあなんか可愛いこと言ってもらおう。そうよね、可愛いこと。カメラ目線で。あ、いいですか、じゃあ。うん、めちゃくちゃレンズしてる。それで聞こえちゃった。何を教えてくれ。いじめないであげて。ちょっとまだ真昼なんで考えてくださいね。趣味丸出しで。え、もう、もう結果、ジオちゃんが考えました。ジオちゃんが考えた分です。私の却下されました。3、2、1、いきましょう。いきまーす。3、2、1。兄ちゃん、フロンティアに投票しなきゃ。やーやー。私もやりたい、私もやりたい。お兄ちゃん、フランティアに対応してくれなきゃ。おい誰もいい。恐怖映像。恐怖映像。今ので人全部なくなって。仲良くなってきた、仲良くなってきたね、本当に仲良くなりました、ね、仲良し、仲良く、はい、結構は遊び方わかりますよね、皆さん。いや、うん、え、なんで知ってるやろ、私がどんだけ次見て、見笑い人力、人力やったことありますか。間違えた、 YNN でなんかなんで、ね、ちょっと待って、7期の人狼カスカオスやったって。面白かったよね、でも楽しかった。聞こえてた、めちゃくちゃ聞こえてた。マスクしてるから誰だか分かんない。なんか自己紹介とかしますか。そうですね。あ、まあ、名前歌うのか、誰か言ってた。自己紹介していきたと今、ね、あ、キャッチフレーズですか。あ、じゃあキャッチフレーズ、あ、ね、男や、行きます。じゃあ私これ書いておきますね。はい、東の都から天馬娘がどんぶらこどんぶらこ、あっちもこっちももちもちもっちゃん。ありがとうございます。東京都出身、高校2年生16歳のもっちゃんこと、17歳のもっちゃんこと浅尾桃佳です。よろしくお願いします。はい、どうぞ。
オの音、オレの音、ミの音、ミオン、ミオンのことはミオトさんといてな。はい、ありがとうございます。大阪出身18歳のミオンこと中川ミオンです。よろしくお願いします。イエーイ。はい、いきなり一気一気、ハートはドキドキ、一気にウキウキ、やっぱりミイキ。ありがとうございます、ミイキです。よろしくお願いします。はい、ワカポンの思い、あなたのところにくるくる回し投げちゃうでーす。わー、やばい、やってもらった。出た、飛んでた。ありがとうございます。ワカポンことアプラクナです。はい、レイちゃんレーダーがみんなの笑顔を見つけ、レイちゃん見つかっちゃった。ありがとうございます。滋賀県出身19歳のレイちゃんことジョニシレイです。イエーイ、イエーイ。はい、ほら神様の音が聞こえるよ。ジオン、ジオンの国にいらっしゃい。ありがとうございます。兵庫県出身中学1年生13歳ジオンこと亀のジオンです。よろしくお願いします。イエーイ。はい、元気と笑顔がいっぱい詰まったみーチャンネル始まるよ。イエーイ。みんなちゃんとみーよ。はい、ありがとうございます。世界一かわいい奈良県出身高校3年生18歳のみーちゃんこと中野未来です。イエーイ、みーちゃんです。え、これって人狼占い師1、じゃあ今から人狼したいと思います。はい、スタート。占い師1、人狼、うん、何にしますか。2かな。2。え、怖い。これ2ったら私はそろんです。あ、これ。じゃあ人狼に、うん、占い師1、市民他にしますね。あ、騎士、あ、騎士とか。騎士、占い師、騎士。そしたら騎士、あ、騎士、うん、騎士ってあれですか、人狼側ですか。違う違う、うん、めちゃめちゃこれ、あの占い師、騎士は絶対何乗り出たらあかんで。あ、もえちゃんもポンコツやったやつや。そういう騎士やって守らダメなやつ。占い師をまさかのここ、守らないと。はい、占い師、もんちゃん騎士ですって名乗り出てやばいました。じゃあちょっと未来がゲームマスターを務めたいと思います。ここに NNV のゲームマスターがいるのですか。あ、そうだ。じゃあちょっとここは練習で NNV のゲームマスター。夜のステージをやります。はいはい、はい、あ、私からアクションです。はい、私が今何か、あ、これ見て、リアクションを見てリアクションこっちにやっておきますね。え、これファンの方に見せますか。ファンの方に見せますか。ああ、もうネタバレしちゃうかもしれないから、みんなで、みんなで考えてもらう。確かに、うん、そうだね。皆さんもみんなも分かんない状態で、うんうん、はい、次もっちゃん。はい、あ、リアクション見せた方がいいですよね。エンターですかこれ。大丈夫です。やっぱファンの方にも見せた感じで。もっちゃんさんで間違いありません。カードタッ。ちょっと待って、ってどうすればいいの。わかりやすいな。あ、ごめん、あ、ごめんなさい。あ、じゃあその間にコメント抜きますね。絶対になんか役職がある人の判定ですよね。ちょっと待ってくださいね。大丈夫。シンプルにみんな心配やって。はい、レイさん。レイさんです。ニカニカワクワク、こんにちは。みんなどうしたの。はい、どう。遊びに来たよって。そうですね、半分がすっぴんですね今。そうですね、未来ともっちゃんとジオンちゃんがすっぴんですね。顔の半分、こんな近く行ってしまったら。お誕生日おめでとうって。ありがとうございます。あ、やばい、みほさんの反応見るの忘れてました。めっちゃ下向いてたんだよ。こんにちは。聞けるかな、人狼みんなで。ねえ。みおさんじゃなくて、みきさん大丈夫ですか。大丈夫です、大丈夫です。ちょっとゲーム慣れしてない。あ、人
ジオンちゃんがやっております。遊びに来たよ、ありがとうございます。こんにちは。ちょっと大丈夫かな、皆さん今日ね。ルール大丈夫かな。はい、よし、はい、やりました。じゃあはい、並んでください、整列。ピッピッピー、はい、夜のアクションを完了しました。ゲームは大丈夫、内容入ってこへん。あ、犠牲者はいませんでした。はい、はい、にわかに怪しいと思われている人物が浮上しました。浮上しました。浮上しました、はい。その人物はもっちゃんさんです。え？じゃあ今から会議します。会議スタート。はい、3分しますね。まあまあ上におるからと思う。いやー。もっちゃんはなんか役職あるの？うん、市民です。あ、役職なしの市民？はい。怪しい。なんで？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 岸誰ですか？一人ずつ喋っていきますか。そうです、うん、でも時間があと2分30秒なので。あ、占い師は、あ、はい、え、おお、私なんですよ、占いは。いや、なんでそんなすごいよ。なんかまだやってない人占っちゃって。あ、占ったんですか。はい、あ、ここって占えるんですか。あ、誰が、誰を占ったんですか。なんか世界のこと。占い師が2人も出てきたことあったんですよ。あ、人狼側が、はい、巨人と人狼が、巨人が巨人が巨人と人狼がいない占い師、それかまだ隠してるだけとかですか。なんかみゆきさんが天然で言ってるのか嘘ついてるのかが分かる。一番読めない、人間は大切、読めない、人間は大切にしていこう。え、どう、ジュンちゃんは。え、市民です。普通の、はい、市民です。市民です。私も市民です。私も。え、じゃあ誰かさあ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 、みんないいな、いいな。あと1分ですよ。ヤキヤキ、なんの、なんの、負けた人が、負けた人が市民4人のはず。市民はそうやな、人役職、え、人狼2人、騎士1人、あ、人狼3人、あ、違う、間違えた、市民3人、市民3人、うん、占い師と騎士が1人ずつやな。なるほど。桃香ちゃん市民ではない。いや、市民です。けどなんか絶対味ある気がするねん。ないです。なんかだってなんか私はこのアホとして見た時になんかなんか桃香してるかな。ないです。確かにちょっといつもより声でかいもん。誕生日なんでね。これは多分人数が減ったら市民の不利になっちゃうから、これはけどもあと5秒なんですよ。あ、5秒、早いですね、意外と。はい、議論終了します。はい、話し合いは終了です。はい、じゃあ私が投票、絶対もう。え、私もまだその1やってまだ分からないですよね、最初はな。最初はね。だからもうこれはもう直感ということで、ミキさんの投票です。言えなく、ずっとジオンちゃんが踊ってるだけから未来の感じ。怪しい、怪しい。え、あんな方は誰やと思うねんやろ。ミオンさん、こんにちは。ファンの方は誰やと思いますか。ミーちゃんやろ。ほら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 。お、しますよ。ほら、未来さん、未来さん、ほらほら、魅力怪しい。な、未来さん、すぐ怪しがられんねんな。な、すぐ怪しがられちゃう。ミーキさん怪しい。うん、みんな怪しい。うん、レイさんもちょっと。ほら、未来さんいっぱいいる。ね、未来ね、ず、いつもな、あの、YNN さんの時のやってもすぐ殺されるんですよ。あ、すごい。もっちゃんやろ。違いますよ。みんなまで疑ってる。意外とワカポもあるかも。あー、すぐ怪しまれるんよな。そうね。そう、なんか
ちょっと賢そうみたいな感じで。はい、ウィングスみたいな。ウィングスみたいな。皆さん、落ち着いて。はい。今回、殺されてしまうプレイヤーは、もっちゃんさんです。ほら、もう。じゃあ、バンってやるから、あれ倒れてな。いくで。見えてない感じ。じゃあ、やらないとあかん。じゃあ私からなんかコメント係でいきます。未来さんから順番に夜のアクションを起こしてくださいという、まあうん、はい、怪しい一番怪しい誕生日なのにってどういうことですか。大丈夫ですか、はい、あなんか操作ちょっと難しいよね。久しぶりにさ、確かになんかこういう形の何やの、何ですよね、アプリでやる。そう、レイさんです。中学生ぐらいの時めちゃくちゃやってた。一瞬難しい、ま、あれあ、占いしないのってこのアクションでしますね、誰かが。楽しみ、ワクワク。占い、誰ですか。怖い。どうも、お前だろ。違う、ウォーカちゃん、ジオに投票してる。バレた。なんか書いてあるよこれ。なんで。どんまい。じゃあ二回忘れないで。絶対違うだから。もう違うって。絶対違う。ガッツ違います。2個。ほらずっとどっちたの怪しいもん。ほら。うわーダメや。当たった。あ、何してるかな。映ってない。ゲームマスターに端末を渡したのと手渡してください。成立してください。昨夜の犠牲者はミイキさんです。なんでやねん。なんでやねん。ミイキさんは幽霊となりゲーム終了まで話せません。こちら側。いいねんな。いもういいのか。終わって、あ、これ2話で終わって。コメント係ですよ、コメント係。絶対、もっちゃん騎士やったもちゃん、はい、あ、その話は向こうの話。あ、向こうめっちゃ向かいけど。え、でも人狼が一人残ってるのか、どうなの。多分ここは二人ともおるんちゃう。私は騎士は仕事しなかったんやと思います。だから多分騎士の人は騎士がもっちゃん、もっちゃんが騎士か、うん、それかここに騎士がいて、うん、まだその言ってないかも。もっちゃんが騎士ちゃん。あれですよね。うわ、もっちゃん。はいはい、その話はここでしないでください。で、あの、結局最後だったじゃないですか。投票した人見れるんですよ。書いてある。怪しいの。ただいまー。ただいまー。ただいまー。すいません、ちょっとあの話し合い。話し合い。真剣な人狼で。あ、今じゃあ、あれ？ジオンちゃんはレイさんの方が怪しいって。はい。全然。話していただいて。なんか私はそのにやかに怪しいと思われる人物みたいな投票するじゃないですか。うん、あれは私はレイさんにしたんですよ。うんうん、まあ理由は喋ってないからなんですけど。え、でもなんかミオンさんも怪しいなって。怒られた。ここに騎士を名乗り出たらダメですよね。別にいいけど、やられそうになったら名乗り出た方がいいと思うけど。占い師はもういないですか。多分ミイキさんでしたね、ほんまに。多分ミイキさんは、で、自動当ててた気がする。ね、あのリアクションね、なんか、おトイレ行きたい。あ、けど最初あと1分3、1分20秒です。ミイキさんがなんかまだやってない人占ったって言ってて、その時多分ワカポンさんの人だったかも。私市民だから直りはよかったってこと。ミイキさんは天然やから。もうちょっとその話し合い進めんと。その話は天然な嘘なのか。でもここにはもう占い師がいいっていう。あ、もう一本切れました。誰に。なんか未来も怪しくないですか。未来も、私も怪しくないです。私ジオンちゃんが人狼やったらもうこの世のすべてじゃない。いや、ガチ違います。確かにね、ちょっと嫌やな。もう契約職も持ってない。はい。でもここで人狼一人殺さなくちゃあれですよ。もうめっちゃ不利ですよ。もう負けちゃいますか。え、知らない。負ける。もし二人残ってた場合、負
ける。負ける。ミキさんほんまに人道じゃなくて市民やったんですか？間違えました。占い師。一人しか残ってなかった。怖い。けどもうここの時点で占い師になったことやな。どういうことですか？だから今ここの中に人狼が一人しか残ってなかったらまだゲームは続く。うん、じゃこの二人は人狼っていう可能性は？2人とも人狼はないけど、どっちかは人狼の可能性もあとあるよってこと。7秒5やーカウント読んでるよ。どっちにしよう、誰にしよう。みーきさん、なんかここまで来たらみんな怪しい。なんかみんな疑心暗鬼になっちゃってます、ね、やばい。じゃあめっちゃお腹鳴る。怖ー。けどなんかみんないつも歌われがちやから絶対勝ちたいな。違うんですか？なんか間違えたかも。なんかコメントはね結構未来が多いんですよね。未来さん。言ってるやん。タイミング。はい、レイさんの。未来もな、なんか怪しいよ。怪しい。うわー。え、未来でみんな怖いよ。確実に。やばい。え、怖い。レイさんです。ジャッジメントです。ジャッジメント。やっと。ジャッジメントです。いいですか？せーの。これ自分やらない。人狼が未来と美穂さんです、はい、人狼です。で、占い師がはい。なんで青い怪しいこと言う。怪しい騎士です。ほっちゃん騎士。はい。また騎士やったの。どうしようと思って言っちゃダメなんだと思って。やったよ。で、市民が私とジオちゃんとレイさん。うわー、これでも占い師と騎士がポンコツやった。まさかの、ね、圧倒的心臓バクバクしてて、いやー、ミンキさんが、ミンキさんが退場されたときに、よっしゃー。未来がずっと、次、占い師って言って、言ってください、言ってください、でずっと見守ってて、なんか多分未来、ミンキさんは未来のこと占ったって思って、うん、うわ、あの反応絶対やばいって思って、うん、で私ね、騎士が仕事したと思ったんですよ、うん、だから、ミノさんに次、多分ミンキさんが未来が占い、あの人狼って言ってくるから、うん、ミノさんに次占いしてそんなこと言ったらもうめちゃくちゃ怪しい。怖やった勝ちました。負けちゃった。ミキさんちなみに最初何色だってたんですか？え、最初最初なんかマカポンと2人占えて、えあのそれを言った方が良かったんですよ。どういうこと？そう、マカポンとジオンちゃんとかまだくじ引きしてなかったのに、はい、占えて、えやばっ。それは絶対言った方が良かったです。言ってたら多分読んだちもすぐいなくなってました。そうだよ、言っていいやん。はい、ポンコツでした。もうダメだ。じゃんじゃん、言っていいやん。ね、いや、みんな集中しちゃう。悔しい。まあそれがいいな、投票した2人や。違いますよ、投票したら違う。あ、未来やったか。あ、私結局どっちも間違いない。全員的やった。やった。当てました。みんな私を疑った。あーし。何してもあやし。ダメだ。え、どうしますか？まあでもそろそろね。ね、そうですね。終わりの時間ですよ。ありがとうございました。ありがとうございました。皆さん、あと20分ほどで、そうだ、ナンバトルのあれです、うん、1人5票、そうですね、できるんで皆さんぜひポチポチ、フロンティアのフロンティアに5票、あともう20分ほどで締め切ってしまうので、ぜひ投票お願いします。お願いします。投票してください。皆さん、コメントなどありがとうございました。ありがとうございました。また来てね。